入ってますね。はい、あ、それでは始めていこうと思います。実況ジャイで、解説が農業です。よろしくお願いします。はい、声出して決まっていませんでした。はい、はい、第11回ということでね、バイソンザンギです。さあヘッド、まあ、これはね基本的にはバイソンがいい、はい、立ち回りがいいですよね。そうですね、基本的にはダッシュグラウンドショー、はい、ストレートのショーですね。これをひたすら出されるのをどういなしていくかっていう組み合わせです。はい、こうなった時にザンギが一気に持っていけると。そうですね、で基本的にできるだけ前に歩いて歩いて歩いてグランドダッシュストレートを何発か食らいながらでも2回ぐらいこかせば勝ちっていう。あ、そういう端にラインを上げてってやつですね。はいはい、ラインを上げて最近入りの、はい、さあ1本目はカプキンが取ったんですが、まあ焦がしたんですけど体力的にまだ余裕があったんで勝ったって感じですね。そうですね、お、こっから終わりですね。これはもう完全、あと遊びの遊び心を入れるとやばい、やばいよね。はい、まあでもタチコパンが結構、はい、万能で、あ、そうですね、タチコパンで基本的には止まる間合いが多いんですけど、はい、特定の間合いだとダッシュグランドショーの手が足元に刺さっちゃう間合いがあるんで、万能とは言い切れない。アッパーを警戒する以外のそういう事故もあり得る。さあ今のは相模くらいからのヘッドで逃げようとしたんですが、あれ本来だと大足まで繋がりますよね。そこはかな、ああ繋がりますね。はい、ちょっと遠かったか。こうなるとちょっとバイソン厳しいですか。いやいや全然まだいけます。まだいける。こっからタチショーパン連打はあんまり怖くなくて、うん、アッパーで潰すっていうよくあるありがちなパターンもあれば、そうですね、このタチダイパン、タチダイパン、あとはタチダイキックっていう選択肢もあります。なるほどね、はい、あと、はい、おもむろに出した、あれは軽ラリ、見てから軽ラリでストレートの場合は勝てるんですけど、万が一アッパーの場合はダイヤシ払いで直接潰しに行ったり、あ、一応タクになってるんですね。タクです。勝手が見えてから一応ラリが間に合うんで、あ、なるほど、頑張れば。いや深いね意外とそんな簡単じゃないという。いやでも他のキャラ使いに言わせるとくだらない組み合わせって聞いてるんで、あ、くだらない組み合わせ、そんなことは分からない。まあ、ナルシムザンギよりか全然面白いでしょ。いや両方面白いね自分は。あと、あの時はミスった。バイソン側がやるべきことは、ショーダッシュグランドストレート、これ出します、削ります、ここまではいいんですけど、このアッパー、あ、じゃない、ヘッドで対空にこだわらないで、できれば、あ、ダッシュアッパーとか、しゃがみ台パンチとか、ダッシュグランドアッパー、いや、しゃがみ台パンで、徹底的に落とすことをやったほうが、間合いの、そうですね、調節が簡単になるんで、ダッパーがなんか、空振り、空キャン、はい、着地。で投げるっていう選択肢も高められますよね。ありますね、はい、まあ、反応できるダッシュアップが一番いいと、まあ極力で、このゲームとかこの組み合わせでバイソンがほぼやっちゃいけないのが、はい、タチガード、あ、基本タチガードをやるぐらいだったらしゃがみ台パンで暴れた方が相打ち取れるんで、飛びを基本許さない方向で、はい、唯一中膝出されると、はい、アッパーに負けるんですけ ど、 あ、なるほど、その場合立ち食らい状態になって硬直時間が短いんで、大抵の場合食らい投げバイソンでいけます。まあ、しゃがみ台パンだとヘッドっていう選択肢も一応ありますか。まあその場合は、まあ、ヘッドが出るならヘッドでいいんですよ、もちろん。なるほど。さあこれちょっと歌舞伎君が結構いい攻めしてますね。そうですね。で今のちょっとで、ショーダッシュグランドストレートって硬直が短いんで、はい、ジャンプライパンとか出が遅いものだと、はいはい、もう硬直が終わってたりしてることも多いんで、まあ、理想はジャンプ中キックがしゃがみ硬直に刺さりやすいんでおすすめです、はい、今の最後削りしなかったですけど、はい、あれ削り確定じゃない。あ、ただ光られた、そう、光ったの見てからラリーっていう選択が、やっぱラリーがあるから、じゃあ連キャン、飛び込みから連キャンだったら確定。あ、もちろんそうですね、ガードガード、まあ、ちょっと怖かったんで、まあ、安全にいったという感じですかね。すさあ歌舞伎が2連勝ですよ。いいですね。もみおはちょっと、はい、緊張感あったが、はい、今のはいい形で取り戻しました、はい。まあ、とにかくザンギが前に歩くという感じですよね、はい、そうですね。もう多少ダッシュグランドストレートを食らおうが、もう必要経費なんで、はい、なるほど、なんか遠くでもちもちしてタッチショーパン連打してる時の場合が一番良くないんで、まあ、よくありがちな。そうですね、かといってぴょんぴょん飛ぶとアッパーで落とされますって負けるんで、あ、そうですね、もう体力の余裕がある範囲内でできるだけ前に歩く。これ歌舞伎くんかなり見えてるんじゃないかな。
多分下馬評では多分モミオの方が有利って言われてたと思うんですが、まあ相当頑張って練習したんですかね。あ、なんか一応あるザンギ使いがスパーリングをして、40戦ぐらいやったって。ポリさんじゃないの？ではない。あ、ポリさんじゃない。ではないんですけど、やってきたよっていうのは聞いてるんで。いや、ポリさんともやったっていう話は聞いたんですよ。おお、ね。ポリザンギともやったでしょ。いや、なんか誰かのツイートで赤いザンギエフが。まあただモミオさんはモミオさんで、はい、なんかいろいろ。黄金のバイソンをやってるとか噂も聞いたんで。黄金のバイソン誰ですかね。あれ、ミカさん。噂も耳にしたんで、あ、羨ましいなと。バイソンだったら練習なんのかな。まあそうでなくても、あの沼さんっていう。ああ、沼さんいますね。まあ最近はやってるかどうかわかんないですけど、その昔確かにあのかなりやってるはずなんで。はい、あの人はカブキュン 3-0 ですが、モミオはまた1本取り返して、はい、なんとかね。1本取りたいですね。こうする。はい、わかりました。はい、ポニーとやったよって書いてある。おお。好きだよって。おー、いいな。さあ、モミオはなんとかね、一勝取らないと、はい、やっぱりね、パニクるんですよ、ズッタキって。経験者の方で、先月やってるんで。見てました。おっと、これは歌舞伎で相当攻め攻めですね。まあ、本来だとね、あれもね、バイソンがやるの怖いですよね。まあ、かなり苦し紛れの行動に近いですね。なるほど。はい、まあ、それがうまく型にはまって、はい、勝ち星を重ねているぞ。そうですね。まあ、まあ、あの前進中に食らうのは痛いんですけど、とにかく前に歩いてほしいですね、ザンギに。なるほど。はい、あと、バイソン側は、あのバッファローヘッドバットって中だけ硬直が短いみたいなんで、なんか遠距離からかすがせるように出してきて言うと反撃がかなり難しくなるんで。さあ、噛んで最後は強気。スクリューだともちょっとね、スパコントヘッドっていう、はい、溜まってるはずなんで。そうですね、まあ、怖いところ怖いですけど、やっと1かな、これで。はい、おめでとうございます。やっと1と、まあ、ノーヨーさん多分ザンギー応援してると思うんで。心情的にはどうしてもザンギーに入ったんで。まあ、ザンギー使ってるとバイソンと竜っていうのは結構ね、腕の見せ所ってところありますよね。他のキャラと比べれば確実にバイソンはザンギーいけるんで。立ち壊し、なんで立ち壊しって結構その至近距離、あのなんだっけな、ダッシュグラウンドストレートの、はい、がその立ち評判連打に勝てる間合いって決まってて、そこよりも近い間合いの場合だと置くように出すとダッシュグラウンドストレート潰しやすくて、あ、距離によって使われてる感じですか。はい、しかも硬直がゼロなんでガードも間に合うと。あ、確かにやばいね。そうです、だから割と使える。ただバイソンもそれに対してしゃがみ中盤キャンセルダッシュグラウンドストレートを置き始めるってい う、 そうです、判定勝ちしてキャンセルで出されるっていうひどいことをされるんで、そこもまた読みは。なるほど。さあ、2ラウンド目は歌舞伎くんがかなりリード持ってる。飛びたくなるんですけど我慢してっていきたいですね。まあ、これでもザンギまだありますよね。そうですね、ワンチャンあるんだが、いや、画面端これあるぞ。さすがにヘッド溜まった。さあ、KKY 先生がなんかザンギの起き上がりに飛び込まないけど安定第一って書いてあるんですか。まあ、飛び怖いですよね。まあいろいろパターンがあって、ジャンプショーパンで飛び込んで刻んで、まあ最終的にキャンセルで締めてゲージをために行くって人が、あとは押し返す目的としてやる人は多いですけど、他に玉島さんがやる、はい、ジャンプ大キックで、ええ、ラリ の足元のやられ判定を狙う感じの判断を狙ってくるバイソンもいるんで、まあ極力ダンギはどちらにしろ出さないです。なので押し返した方がいいです、絶対バイソンは。うん、必ず押せるんで。さあ、今のは強気にいって、まあ、ほぼほぼ負け確っていうところ、まあ、歌舞伎側をね、一回飛び通しちゃったんで、あの時にね、ダッパが出れば、まあ、歌舞伎してたんですが、さあ、もみおは取り返して、三三に持ってきたところ、怪しい。おっと、これはミスった。ちょっと早かった。ザンギ側がテンパってるとついついその台足払いから下げれる時も歩いて立ち塩キックで重ねに行きがちなんですけ ど、 なるほど。そうするとヘッド解除できないんで、まあ、落ち着いて下げていってほしいですね。ア
バイソンはなんだかんだ言って難しいですよね。いやバイソンは、ま、なんだろう、クレイジー以外は簡単なんで。あ、なるほど。クレイジーはちょっとミスると今みたいになりますけど、しっかりと、はい、あ、ヘッドに対してはね、はい、かなりゆっくりめでも、そうですね、雑な詐欺でもいけるんで。毎回リードしてるのは歌舞伎くんなんですが、モミオもワンチャン力があるんで、あ、こうして今のはでかいぞ。いいですね。さあこれ死んだか。おお、ね、2ラウンド、2ラウンド目大スクリューはね、減るんですよね、はい、すね、2ラウンド目はね減りますね。おっと、これ画面端きついて、おっと、今ちょっと歩いて何かガードしようとしたの。そうですね、ヘッドですかね。いや、まあヘッドを誘ってっていうのもあったんだと思いますけど。ああ、これはいいくらい投げ、大しく刺して完全にもう対空気球が間に合わないと思ったら、もうダッシュストレートで横に押すっていうような形で、そうですね、とにかく画面端背負わないような形にしますね、はい、これはさすがにリーチか。今のも多分ダッシュアッパーが一番いいんでしょうけど、はい、まあ、ちょっと反応が遅れたんで、はい、まあ、グランドで、まあ、着地さえ重ねに行けば全然安全なんで。なるほど、正しい選択だと思います。まあ、ダッシュグランドストレートをガードさせた後、ただ後ろに歩いたりバックジャンプするだけでもうダッシュグランドアッパーってためが溜まっちゃうんで、溜まっちゃうんで、まあ、意識すればもう毎回アッパーで鬼のように打つ。ダッシュアップ早いですかね、はい、あ、今ですね、大盤で、で、そのとりあえずダッシュ行ってみたいな、そのしゃがみ大盤をちゃんと中膝で潰し下に潰しに行ったっていこう、はい、今の硬直中に当たったんですかね。あ、さっきの中膝ですか。でかかり、あ、でかかり、でかかりで中膝を潰したなんですけど、うん、で、その後もう硬直があれ短いんで、はい、中膝ってあの他のキャラの普通にジャンプ中攻撃ってのけ取り長いじゃないですか、はいはい、中膝ってあれ弱攻撃と同じのけ取りの長さなんで、マニアックすぎるんだこれしゃがみくらいだろうが、うん、ってことなんで硬直に近いっすか、はい、さあスコア4-2、はい、理想的なアッパーですね、対空としてはこれが出ると、はい、ザンギ側もちょっと困りますよね。泣きそうです、はい、でも内野手置いても狙われちゃうんで、うん、さあこれはもう罪ですか。いや、まだ頑張れと。まあ、スパコンがローが基本見てから光るかダイヤ縛り出せば二択になるんで、完全な積みっていうのはダウンを奪われて、はい、なおかつスパコン分のドットがもうなかったらもうアウト、ジャンプ昇板からの連携でアウトだと思って、ね、はい、歌舞伎くんが半分取ってますね。うーん、まあ、長期戦なんでね、まだまだ分かんないですが、そうですね、モミオザンギがちょっと苦戦をしているぞ。さあ画面端、これは確定ですか。いやー、今のは、あ、でもな、怪しい、まあ、いほぼ確定と見ていいでしょう。なるほど、はい、まあ多分今のもしゃがみくらい見てから連続技やめた感じですよね、はい、スクリューですか。ただボディがちょっと当たると、しゃがみに当たると当然 あんな風に離れちゃうんで、ね、やるべきじゃない。本来はショーキックで飛んだ方がいいですね。おっと、バニシング悪くはない。あとが続かないですよね。おっと、おっと、これはもったいない、ちょっと遠かったか。さあしっかり出して、おそらくそのヘッドの暴れを中ヘッドだけに絞ってる可能性が、あ、さっきから見てるとちゃんと分かってる。確かに中ヘッドの、ね、暴れが一番ね、硬直が短いですもんね。なぜか硬直が短いんですよ。そう、歌舞伎側は結構弱中と使い分けてる感じですか、はい、ダッシュグランドストレートですか。いや、ヘッドですね。あー、ヘッドは中一発、中一択でいいんじゃないですかね、硬直短いんで。さあ、まだまだ歌舞伎ペースで、これ6持ってるとまずいぞ。ついラリアットとかでお願いをやりたくなって、実際当たることもあるんでけど、前進ですね、やっぱり。ただそこら辺よく読んでますよね。あとは傾向としてタッチショーパンレンダーで止めると、バイソンが適正のようにタッチ大パンとかで暴れてくれることもあるんで、はい、そこあたりタッチショーパンで潰されたバイソンが何を出すかっていうのを覚えながら駆け引きをすると打開策になるかもしれない、はい、今のちょっと一方的に勝つのはいいかもしれないです。今の阿部君3連勝ですか。これはさすがに厳しいか。かなりいい立ち回りをしてるんで、そうですね、ちょっと煽りどころがないんですけど。いや、
まあその方がいいか、煽る要素があまりないんでこのままでいいと思います。さあダブラリーもしっかり読んでたやし、これ読み合いかなり勝ってますね。素晴らしいです。バイソンもしっかりやればこんな風にいけるよと。あと今のつかみしみすか、ちょっと多かったですね。前に歩いていきたいが、ラインを稼ぐ。おっと、いいつかみ。そうですね、中飛だ。結局硬直が短いんで暗い投げを選択してくるバイソンが一番きついですね。なるほど、はい。しかしまだこれは分かんないぞ。一発壊せばスクリューからいけるんですが、踏み込みも大事なんですけど、たまにはショーパンで止めに行くところも見せないとってところですね。まあバランスです。お、事故が、これは事故が、いやいや、前によく歩いたがバックジャンプで逃げた。残り15秒、光ってからでも一応返せるんで反応に期待。おお、今の立ち台キックはうまく出させたといった感じか。ちょっと反応しちゃいましたね。いいですね今のは。マイソン側も多分ガード間に合ったと思うんですが、何かやろうとしたのが、まあ、スタッフが一番いいんですかね、あれは。うん、おっと、前歩き陸地投げ、これは最大、ここまでは確定。ダメ足に持ってって、あ、さあ、これは、お、知らなかった、はい、これは確定、はい、確定ですね、はい、確定です。さあ3取りました。会場の雰囲気はなんか完全にモミオ応援ムードになってますが、6対3、いやまだ全然いけると思います。まあ全然いけますね、はい、こっからはもう遠いですからね。とにかく相手の癖をどれぐらいお互い情報収集が出るか、これですね、はい。まあ、今のところ歌舞伎がかなり読み合いを勝ってる印象ですが、そうですね、まあ、読み合いがね5分ぐらいになっちゃうと残儀は多分勝っちゃうんで。おっと、このミスは痛いか。勝ち角です、これ。勝ち角、はい、おー、勝ち角、あれ勝ち角なんだ。もう逃げれないから、さっきもう詐欺さえ成功すればもう勝ち角とかで、はい。画面真ん中だからでも全然やられると。そうですね、ただ画面中央でなんだろう、投げるときとかは極力噛みつきとかの方がいいかもしれない。そうそうそう、区切りが続くんで噛みつき、はい。やっぱおっと、今のはちょっとなんかミスったか。あ、ポッパンはやっぱり痛くないですね。全然痛くないですね、はい。あと今みたいな、今の前がおそらく絶妙な刺さる前です。 あれがあれタッチショーキックですか、タッチショーキック。あれはもう、まあ、飛ぶしかない。飛ぶかジャン、あのしゃがみ台キックを置く、置いても一応潰せるんで。さあこれは対空がしづらいと見て、ヘッド、うん、さあしっかりと決めて、だんだんいい感じになってきました。ミオは6-4追いついてきましたよ、はい、これ、まあ、バイソン側としてもね、先にリード取って逃げ切りたいっていうのがありますよね。バイソン有利。本当か、癖が読まれるとワイソン側は結構詰むと思うんですけど。おお、これは端か、しっかり貸せ、終わった、これは終わりですね。終わりです、しっかりと連続技決めて集中してますね。まあ、しゃがんでれば連続技、しっかり出ればスクリューですね、はい、はい。で、起き上がりのダウンの時間が長い上に、ほうほうほう、ヘッドのダメが遅いんで、なるほど、必ずもうループします。台足払いで締めてます。ああなってしまうとバイソンはもう何もできないと、はい。これはもみあが、お、いいですね、噛みつき読み勝ってるぞ。お、立ち上がもちょっと今の遠距離になっちゃいますね。いや、よろしくないですね。遠距離は近距離か、近距離ショーパンになっちゃいましたね。あれ遠距離で行きたかったんですよね、多分。あ、でも遠距離だとひょっとしたら詐欺にならないんで、クレイジー食らってた可能性がある。本当、はい、今のはクレイジー読み。さあかなり高度な読み合いが発生してますが、ガブ君はクレイジーをあえて打たなかったという、あんまり無理をする必要もなかった感じ。クレイジー読み読みですか。ヘッドは、あ、今の台足払い本当に良かったですね。あの超ダッシュグランドストレートを台足払いで打開する、もうそれだけしかないんで。飛ぶ、あ、近い方がいい、失礼しました。
飛びで打開すると泥沼になるんで強気。これはまだ分かんない、全然分かんない、全然分かんないです。あっとしっかりコパンから刻んでいいですね。モミオは3連勝で6号。今までなかったのか、10対7っていうのがあったような気がするんだけど。さあ近年にまねに見るいい勝負、削りも丁寧にやるのがバイソン。おっとこれはしっかりと台足を読んでのスクリュー、ちゃんと壁側に持ってって、そうですね、もう一遍決まりますね。はい、さあここから読み合い、読み合いですね。大事、おっと今の確定したんじゃないか、今のはレ、あ中段を狙ってた、いや確定はしないですね、もちろんあのクレイジーが溜まったんで横ためはクレイジーがあるんですね、はい、なのでそれで中段に行ったんですね。はいはい、そうです。やっぱしっかりしてますね。あとで、あとこれはちゃんと投げ出してる、しゃがみ台パンだったのかな今のアバレルは。そうですね、はい、しゃがみ台パンやっぱ万能ですねあれは極悪で本当にいい技です。お、いいですね。さあ掴んで、これワンチャンスあるぞ。ありますね。ここからあと、この中ヘッドの隙が、中ヘッドでも一応しゃがみ台足払いが間に合うんですけど、弱だったら、あ、弱でちょっと前が分かんなかったっていう。お、いいですね、中盤、はい、4連勝で追いついた。分からなくなってきました、これはちょっと苦しいか。56だった、56だった、100足になった。出して下がって、終わりですね。モミウはかなりいいぞ、終わり、はい、終わりらしいです。あとミスった、ちょっと遠かったか。まあジャブ連打しておけばあとは基本的にはもうほぼ勝ちです。いやこれはちょっとまだ分かんなくなってきたぞ。ただクレイジーを食らうと死ぬ、ダイパン2個番、はい、まあ、あれはもうどうしようもない、歩いてダイヤしてくるじゃないですか。まあタチショパン連打をタチダイパン、あ、違う、立ち台キックで一方的に潰したりとか頑張る方法はまあ一応あるんですけど、きついですね。お、中盤、今の中盤いいですね。いいですね、まあ、発生が一番早いですからね。あ、今使ってたジャンプ立ち中盤タイプも結構きついです、あのバイソンの。あ、なんか完全にペースが、いやー5連勝でついに抜いた。ちょっとね、ここはなんとか取り返したいですね。セコンドも一応アドバイスしてますね。セコンド結構ね重要なんですよ、割とねワンパターンになっちゃうんで負けてるときは特に、まあ、前回のね小物道も私白石君にはだいぶ助けられましたからさあこれは一応切り替えて、まあ、ラインを変える感じですね。逃げれば全然バイソンありですよ、ここからでも。おっと、タッチクリー、はじき、これは厳しいか歩きスクールではなく歩きパイル、弾きパイル、何でもできる。確かに逆側に投げたね、ミスって感じだろ。あー、なるほど、いろいろあるんですね。そうですね、この理想的なダッシュグランドアッパータイプ、あ、うまっ。これはしっかりガード、前飛び、あれどんなにあのジャンプ中キック出されようがダッシュグランドアッパーきっちり出せばあの勝てるんで、反応しないですね、遅れると潰されるんですけど。さあラインを変えて、あ、台足の差し返しの台足もすごかったですね。おお、残り体力はやっぱり厳しいか、バイソン。最後は歩き台足が下がって8-2-6 3-6 ぐらいから6連勝ですね。だから6人からですね、6人から6連勝ですね。8、あと2つ。モミオがだいぶ落ち着き取り戻しましたよ。置き台足払いが刺さり始めてるってのと、まあ、ね、勝ち始めて落ち着きなんですかね、やっぱり。
バイソンが立ち、お、だ、大パンに、あれはもうピンポイントですよね。もう返せないですね。うまい。大パンチ。体力同じになったやっぱザンギの方が最後大ヘッドですか。ちょっと見分けがつかないんでわからない。バイソン使いじゃないとわからないかもしれない。大ヘッドそうです。おっとこれは画面足でこれ終わったんじゃない。いやあれはまあ詐欺間に合うと思う。間に合わない。あ間に合わないと思うんで、はい、なんとか取り返したいカブくん。ダッシュアッパーうまい。歩いていたところダッシュアッパーですか。はい、まあ、ダッシュあんまりこういう風にダッシュアッパーを使ってくるなら、うん、あのダッシュグラウンドストレートはガードしつつ、はいはい、ダッシュグラウンドアッパーだけスクリューでつやり方があるんで。なるほど、弾きいいですか。はい、そうですね、置いとく感じで、まあ、それができなくなってもしゃがみチュッパンで最悪ストマックできるんで。あ、ストマックね。はい、いや、これガードしちゃった。これは継続はしない。ないし、うまくバックジャンプしましたね。まあ、それを見越して台足払いとかで次のっていうのもある。いや、これは突っ込んだか。あ、いや、アントニーミスった。しかし知らない、残儀体力高い。これはなんとか歌舞伎で取りたいが、やっとわおわおっとミスった。おお、いや、強気のバニシングリーチですね。しかしモミはちょっと納得いってない顔してるが。ラブキューもだいぶ疲れてて対応を、まあ、多分ね、長期戦対応キャラの方が後半辛いんですよ。投げに行った。今の投げはちょっと余計やったが、うまく逆に投げて画面端はなんとか逃げたい。飛び始めた。アイパンチが当たった。これはスクリュー確定。元ミスった。いや、このミスはちょっと忘れましょう。まあ疲れてますね。まあ長期戦ですからね。まあモミオも初連勝ですからね。何をどう間違えれば。おっとダッシュストレート、あんまり見ない選択肢ですね。逆読みですからちょっと遠かったんで、多分ガードしてるだろうという読み合いじゃないですかね。ガブキュー結構強気にいってるんですけど、逆にそれが裏返ってる感じ。ダッシュアッパー、これは美味しい。これはちょっと厳しいか。ヘッドでうまく返して、うまい。最後は大キックスカッシュスクリューで勝ったのはモミオザンギ。おめでとうございます。初連勝。じゃあ勝った方コメントをもらう感じですよね。じゃあ勝者インタビューということで、もみおさんの方。もみおです。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、ちょっと前半苦しかったです。かなり苦しかったんですけど、まあ後半ちょっと持ち直せて、まあ良かったんですけど、ほうほう、ちょっとあのミスが、ミスが、ミスがちょっと多かったんで、そこら辺ちょっとまた改善して、バイソン戦ちょっと組み立て直していきたいなと思います。まだ上を目指すということですね。はい、で、あとはそうですね、ちょっと話変わるんですけど。話が変わった。ストフェス、はいはい、僕も参加しますんで。ああ、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。3タイトルエントリーしてるんで。まあ全部エントリーしてるらしいんで、はい、ありがとうございます。あと津田沼エースの対戦会よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は、はい、あと今月はいつ。今月はあと30日です。30日土曜日にやりますんで、はい、よろしくお願いします。よく皆さん空いてればあのもみを縮小会みたいな形で行っていただければと思いますんで、はいはい、すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。いやー、強かったです、はい、ありがとうございました。じゃあ次の小物の告知、はい、じゃあ俺先行っていい。はい、じゃあちょっとあの告知を一つ、これですね、ストフェス、いろんな方に、エントリーしてもらっててですね、現在なんと X だけで72名のエントリーが来ております。
で、出ますって言ってる人も入れると80人ぐらいなんで、あと20人集めれば100いくんで、まだエントリーしてないって方はぜひ、予定ない方はエントリーしていただければと思います。100人突破したいと思ってますんで、まあアニコレなんでちょっとね家庭用イベントなんで、まあ、実機勢、ちょっとっていう方もいるかもしれないんですけど、これを機会にね、ゼロスリーとかサードの大会もやってますんで、そういうつながりができればいいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。3月17日日曜日の長野レッドブルで行います。参加費は無料、X の大会が12時からスタートですね。で、03が1時、サードが2時から開催しています。で、まあ、大会でエントリーできない方も、のじ合い台も用意しますんで、ちょっと12時間に合わないんだけどって方も、のじ合いだけでも来ていただければ、中野レッドブルに100人以上来てるっていう絵をぜひ見たいんで、よろしくお願いします。じゃあ草大丈夫？あ、もしもし、草です。歌舞伎くんにもみを、まずは両者ともお疲れ様でした。今回の、小物道なんですが、歌舞伎くんの方から僕にツイッターの方にメールが来まして、ぜひやらせてくださいというお話がありました。そんで話を聞いてみたら、多分フォックスの日だと思うんですけど、ザンギとやりたいと、ザンギ指名で入りました。で、今回まあ僕がもみおに声をかけて2人のカードが実現したといったことになりました。まあもう歌舞伎くんの方は負けたら波紋食らうかもと言ってちょっとたんですが、まあ結果はどうあれ本当にいい試合見せさせていただいたのでありがとうございました。まあ今回みたいにこのキャラとやりたいみたいなことを言ってくれると、僕もなんていうかマッチング合わせやすいので、そういうリクエストでもいいので、もしやりたい人いたら僕なりニカさんなりでもとりあえず声かけてもらえたら、まああるいは小物道のツイッターありますので、そちらでメールくれたりしていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、じゃあ次回の話ですが、次回はまず日付が4月の13日日曜日じゃないのでお気をつけください。ランバトの後の、まあ、大体21時半か22時ぐらいになるかと思うのですが、ネイルスターカップ16決の2人が戦います。黒いワン本田対ユーベガですといったところになりました。まあ、ユーベガさんと黒いワンさんのカードなので、まあ、ちょっといろんなちょっと なんていうんですかね、ユーベガさんはまず誰とやりたいみたいなのをいろいろ悩んでたんですが、結局候補に挙げたのが俺が勝てない人みたいな感じで選びました。で、黒岩さんはもう誰でもいいって言ってたので、まあやりやすかったんですが、そんな中でこの前ネイルスターカップ見た方は覚えているかと思いますが、ゆうべがさんの DJ2 体殺された後にゆうべがさんがベガを使って黒岩さんを3立て逆3立てで勝ちました。そういう結果になりました。それが小物道だとどうなるか皆さんご期待ください。以上です。はい、というわけで、今回も皆さん、ご視聴もそうですけど参加してくれた方お疲れ様でした。化け物道らしいですよ面白いね。はい、ということで、まあ、今日はイベントはここまでとさせていただきますが、今月の残りの日曜日イベントいっぱいあるんで、ストフェスも、あと、エクセスト？エクサ、エクサ、エクサ、エクサと、30日の、農業さん、今日、解説本当にありがとうございました。農業さん、助かりました。ありがとう。はい。はい。農業さん、X ゲーマーズがすごい興奮してますんで、農業と TMF で10先やれって。農業 VS タイラーはしろ。いっぱいやっちゃったはい、要望があればどんどん言ってもらえれば、こちらもねオファーしやすいので
はい、ということで、まあ、配信ここでストップいたします。皆様本当にありがとうございました。お疲れ様でした。